平日の午後に楽しさをプラス、杉浦直哉がお送りしていますキャッチ木曜日。さあこの時間、アーティストキャッチのコーナー、毎回様々なアーティストの声が届きますが、今週は声優アーティストの小倉唯さんご登場です。では小倉さん、よろしくお願いします。FM 滋賀キャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直哉さん、こんにちは。今日のこの時間は私小倉唯がお送りします。小倉唯のキャッチ。このコーナーでは私がキャッチした話題や皆さんにキャッチしてほしい情報を紹介していきます。リスナーの皆さんにはご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。名前は小倉唯と申します。年齢は25歳。普段はアニメやゲームなどキャラクターに声を当てる声優というお仕事、そして歌ったり踊ったりライブをしたりするアーティストのお仕事をやらせていただいております。そんな私ですが、一番の宝物についてお話ししたいと思います。そうですね、一番の宝物、難しい、迷ったんですけど、私にとっての宝物はワンちゃんかなと思います。小学生の頃からワンちゃんと、生活を一緒にしてきてですね、最近は新たに、チワワのワンちゃん2匹を家族に迎え入れて毎日楽しい生活を送っています。やっぱりワンちゃんがいると楽しいことも悲しいことも一緒に共有できて、本当にかけがえのないパートナーだなと感じることが多いので、これからもね、私にとってのワンちゃんは何よりも宝物になるんじゃないかなと思っています。ではここで一曲お送りしましょう。3月31日水曜日にリリースする13枚目のシングルです。小倉唯でクリアモーニング。3月31日水曜日にリリースする13枚目のシングルクリアモーニングをお聴きいただきました。この曲はですね、私自身も白子役として出演するスマートフォン向けアプリゲームブルーアーカイブのテーマソングとなっています。浮遊感のあるサウンド、そして透明感あふれる曲調で、まだ見る未来に向かって青春を駆け抜けるようなとても爽やかなエレクトロミュージックとなっています。ミュージックビデオでは私自身が楽曲の振り付けを担当させていただきました。私自身としては初めてとなるダンサーさんへの振り付けやフォーメーションも自分で考えて振り入れも行いました。また自分が演じているシロコをイメージした銀髪のショートヘアにも、挑戦しまして、ミュージックビデオでは私の新たな姿を見ていただくことができます。ぜひミュージックビデオも合わせて楽しんでいただければと思います。また今回のシングルなんですが、カップリング曲のピュアピュアリーという楽曲、私自身が作詞をさせていただきました。自分では4作目の作詞となるんですけども、今回はコロナ禍で皆さんになかなかお会いすることができないからこそ、声に出さなくても直接会えなくても、心と心で、もしくはねアイコンタクトで皆さんと気持ちはつながってるよねっていう、そのような思いを込めた、歌詞に挑戦してみました。楽曲は、シュワシュワふわふわしたようなとっても温かいメロディーラインになっていると思います。ぜひ思いを乗せて歌詞を書いたので、楽曲とともに楽しんでいただけたらと思います。ではここで皆さんにキャッチしてほしい情報をお伝えしたいと思います。今回の発売を記念したシングルのオンラインリリースイベントが4月17日に開催されます。こちらどなたでもご覧いただけるイベントになっておりますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして今回のシングルならではの企画というか、発売を記念したオンラインイベント、オンライン朝食会という、配信のイベントも決定しています。こちらは抽選になるのですが、詳しくはですねホームページを確認していただけたらと思います。オンライン朝食会は4月25日の開催になります。さてお送りしてきました小倉唯のキャッチ、そろそろお別れの時間となりました。あっという間でしたね。この後もキャッチとともに素敵な時間を過ごしください。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でお車の運転をお願いします。またいつかお会いしましょう。この時間のお相手は小倉唯でした。バイバイ。小倉唯さん、ありがとうございましたね。今週は声優アーティストの小倉唯さんにご登場いただきましたけれどもね、いろんな話、聞かせていただいてありがとうございました。さて、アーティストキャッチのコーナー、次回もお楽しみに。